ディモルフォドンは、ジュラキに生息していたクチバシクチリュアモクの翼竜。学名は、二なりの葉という意味である。発見された、化石のほとんどは、ドーセットや、グロスターシャアなど、グレートブリテン島南部のジュラキ前期の地層から出土している。近年になってこの属に属すると思われる化石が、メキシコから発見された。この標本は、 ジュラキ中期の地層から出土したため、これがディモルフォドン属であることが確実ならば、その分布域だけでなく、生息年代も大きく広がることになる。四つ足状態の全身骨格 D マクロニクスのホロタイプ標本全長はおよそ1メートル、最大翼階長は1.4メートルほどで、基部ではよく動くが、全体的には棒のような長い尾を持つ。 頭骨は大きくかつ、丈が高いもので、側面型はおよそ楕円の1、4を切り出したような形をしている。しかし、微光、前眼下窓、眼下、上側頭窓、加速頭窓など頭骨に開口している穴が大きく、拡大し、開口部間は、ただの骨の桁状にまで、細長くなっているため、その大きさに比してはるかに軽量化されている。シガは、 全額骨に生えている4本は大きく、その後方の上額骨に生えているものは小さい。下顎の歯もそれに対応して、全部は大型、後部に小型の歯が生えている。これが俗名の由来となっている。なおこの翼竜の発見から100年以上の後、さらに明確な二姿性を示す翼竜化石が発見され、エウディモルフォドンという名を与えられたが、 ディモルフォドンとの類縁関係は小さい。翼竜としては、翼は小さい。特に、他の翼竜であれば前腕部より、はるかに長い第一翼子骨が、前腕により少し長い程度しかない。前肢の短さに対して、後枝はよく発達している。頸骨は、前腕よりも長い。発見者、メアリーヤニング本族の化石が、初めて発見されたのは、 1828年12月のことだった。場所は、ドーセットにあるライムリージスの海岸に現れていた、ジュラキ前期の地層で、発見者は、プレシオサウルスやイクチオサウルスの化石を発見したことでも有名なメアリー・アニングである。また、この発見は、イギリス初の抑留化石であるばかりでなく、ドイツ・バイエルン周辺以外で、初めて発見された抑留でもあった。 その化石は、オックスフォード大学のウィリアム・バックランドによって1829年に記載された。バックランドはこれをプテロダクティルスの一種とし、翼の小さな指に比較的大きな爪があることから、テロダクトラス・マクロニクスと命名した。メアリーアニングによって発見された化石の頭骨は失われていた。しかしおよそ30年後の1858年、 ライムリージスから出土した多くの同種翼流化石の中によく保存された頭骨が含まれていた。これを詳細に研究したリチャード・オーウェンは、この頭骨がプテロダクティルスとは明らかに異なることを認め、1859年にこの動物をプテロダクティルス族から新設したディモルフォドン族に移動し、ジモルフォードンマクロニクスと命名した。 ディモルフォドン族に属する化石は長らく、ライムリージス周辺のジュラキゼンキの地層からしか見つかっておらず、構成種も模式種である D. マクロニクスのみとされてきた。しかし1998年になって、メキシコのタマウリパス州から新種が報告され D. ワイントロビーと名付けられた。この新種は第一翼子骨が D. マクロニクスほど短くないこと、足の爪の基部に 種子骨が見られないこと、D マクロニクスよりも大型であることなどが相違点となっている。その特徴的なシガの生え方から魚食性だったと考えられており、顔の形の似ているツノメドリのような復元がなされることがある。近年では顎の形状や推定される飛行能力の低さなどから昆虫や陸上の脊椎動物を捕食していたのではないかと考えられるようになり、 無限炎章点顕微鏡による歯の解析でもそれを示唆する結果が得られている。四足歩行の復元図翼流の地上姿勢について議論されていた頃、特に後枝の発達したこの翼流について地上での二足歩行の可能性が論じられていたことがある。1983年にケビン・パディアンによってこの翼流がその長い尾でバランスをとって 蝶類のような二足歩行をする復元が発表された。これは、中足骨、四骨関節の構造、即死の長さが、最長の、第三種から両側にほぼ対象の配置をしていること、などを根拠に四行性歩行をしているとした説であった。しかし、この説には、そのような、長い尾を持っていなかった翼竜はどうしていたのか、翼竜の大腿骨、肝骨薄関節では、 鳥類のような大腿部を体の真下に持ってくる配置が困難であるなど反論が多く主流の説とはならなかった。その後各地で発見された翼竜の足跡化石が足裏行政四足歩行の跡を示していたことから現在では翼竜の二足歩行説はほとんど変えり見られることがない。ありがとうございます。